パチンコ必勝本クライマックス DVD の看板番組 WBC。 女性ライターたちがガチバトルを繰り広げ、先日フォースシーズンが終了。優勝は私平山が率いる A チームとなりました。最下位は青山亮ちゃん、さやかさんの C チーム。 WBC の最下位といえば恒例の罰ゲームというわけで、今回は必勝本 WebTV 特別番組 WBC フォースシーズン罰ゲームの模様を皆様にお届けします。あんなことやこんなこと、とにかく必見です。そして罰ゲーム執行人はこの方。今回は、WBC 第フォースシーズンフォースシーズンの罰ゲームのコーナーでございます。よいしょ。大丈夫ですか、罰ゲーム。まあ、大前提言うと、我々メールでここに来いと時間と場所だけ聞いた以外、はい、まず何も知りません、はい、なんで今日何やるかもわからない状態で、とりあえず T シャツとこれをかぶってここに来たわけなんですね。え、残念ながら、C チームでしたっけ、アラウンド3ね、 C チームがなんと罰ゲームになってしまいましたので、ご覧くださいませ。ドン。というわけで3人が訪れたのはよみうりランド。2月中旬までは美しく彩られたジュエルイルミネーションが開催中なんですが、重いんだよね。今日はそんなロマンチックな展開とはいきません。早速罰ゲームを受ける2人は準備を開始。琵琶湖さんの先導で園内へ。ですよね、メリーゴーランド乗りましょうよ。あのね、メリーゴーランドっていう都市か、お前たち。さあ、罰ゲームその1は、20階建てビル相当の高さから急降下のあれ。ぐるっと、さあ、やってまいりました。読売ランドといえばドン、ワイドロングコースターバンデット、わーい。森の中をアップダウンを繰り返しながらハイスピードで疾走するジェットコースターバンデット。最高時速110キロ、最大高低差78メートル。以前別番組で琵琶湖さんが挑戦したそうなんですが、その時は号泣したとのことですが、個人的にはちょっと懸念点が。琵琶湖さんは乗るまでにどれぐらいかかったんですか。30分。てかぶっちゃけ聞いていい、大丈夫な人。好きではないですけど、琵琶湖さんほどはダメじゃないです。多分乗っちゃえば全然、仕事だしみたいな。そうなんです、実は C チームの2人はジェットコースターが平気。琵琶湖さん、罰ゲームにならないですよ。しかしこの後予想外の展開が。怖いなら怖いって言ってもいいよ。でもなんかちょっと2人じゃ怖い。そうね、2人じゃ怖い気がする。もう1人いたら呼んでるかも。不石絶対やれ。ほんまカバン返して、もうあかんってあかんって、そういうのやめよう。お約束な展開。 C チームの2人が怖くないならつまんないですもんね。最高のリアクションをしてくれる人に乗ってもらいましょう。いや、あかんって、違うって、ちょっとあかんって。ではですね、急遽琵琶湖さん参戦決定ということですね。琵琶湖さんも一緒にこちらのバンデットに乗ってみたいと思います。え、それ打ち合わせしてたもしかして。してないんすよ、本当に。むしろ私、琵琶湖さんがそう思ってると思ってます。お前なんで降ってこないんだよって怒られるかなと思って。もうむしろ琵琶湖さんがここについてくるっていうところから考えてます。琵琶湖さんのことを心の底から尊敬する。私とさやかのために一肌脱いでください。お願いします。お願いします。行きましょう。俺のリアクション芸を。ありがとうございます。皆さんついていきます。琵琶湖さん一大決心。しかも最前列に乗り込み、完全に主役。パチンコ界一のリアクションを見せていただきましょう。
一方、見事に琵琶湖さんを巻き込んだ C チームの2人は余裕。琵琶湖さんはヤバそうですね。やっぱり怖くなってきて、どうしよう。やっぱり怖い、どうしよう、どうしよう、助けて。さあ、琵琶湖さん、そろそろ出発ですよ。やめて、やめて、ちょ、ちょ、あ、動いて、動いて。大丈夫、大丈夫、今日は大丈夫。琵琶湖さん、大丈夫ですか？いよいよ頂上へ。行け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 。よだれっぷり、さすがです。やっぱり怖かったよ。ところで C チームの様子は？琵琶湖さん、感想をどうぞ。終了後も笑顔の2人、これじゃあ罰ゲームじゃない。罰ゲームその2へ参りましょう。気を取り直して、次こそ C チームを怖がらせましょう。バカなこと言ってられるも今のうちだけですよ。そして到着したのは、さあ、琵琶湖プレゼンツ第2弾罰ゲーム、紹介したいのはドン、後ろ振り返ってください。あ、これ怖いやつだ。スターシップ、オア、スタンディングループ、コーサー。あ、こっちもか。こっちはあの立ってどうぞやつ。で、こっちはあのあれですね、ブルーンするやつ。ブルーンするやつです。結構ね、三半規管来てんすよ。乗り物酔いタイプだからね、そうなんですよ、はい、タクシーで寄っちゃうから。そう、すると少し弱り始めたさやかさんを見て、さやかどっちが嫌？こっちの方が嫌だ。こっちが嫌だですか？こっち嫌ですか？さあ、決定いたしました。さやかが幸運をつかんだということで、さやかさんにはあちらスタンディングループコースターに寄っていただこうかと思います。え、やったー、やったなんだよ、一人嫌だな。そうなんです、次は一人で絶叫マシンに挑戦していただきます。ループコースターモモンガの恐怖ポイントは、なんといっても立ち乗りなところ。立ちながらの1回転、しかも2連続でのジェットコースターはさすがにきついと思います。あ、りょうちゃんは喜んでましたが、もちろんこの後スターシップに挑戦してもらいますよ。さあ、さやかさん、一人で行ってらっしゃい。垂れてる、垂れてる、垂れてるから。一人になった途端、急に足取りが重くなりましたね。これは楽しみ。心臓大丈夫？何これ？何これ？170秒バタバタするよ。大丈夫？まだバタバタするの？誰も言わない、誰も言わない、まだパタパタ、パタパタしてません。まだパタパタしてません。そろそろ出発。あっ、まだパタ、あ、パタパタしてない。来る？あっ、びっくりした。動いた動いた動いた、うわあ、なんでこれ、おい、待って待って待って、よくない、何がこんなの、
怖っ。おお、いや、おお、あ、おお、わあ、どうす、いや、来るね、これ、あ、痛い、ヤギョちゃん、さん帰還大丈夫かな。笑ってる。すごい斜めに階段降りてます、ね。下田過激みたいで。ヒーローいたみたいです。今日の商品はバーって来て、すごい早かった終わるのが。だからなんか犯された感じしかするすごい犯されたレイプされたレイプ感があったそううわーって感じ。少しは怖がってくれて美和子さん満足。さあ次へ参りましょう。一人でジェットコースターパート2、りょうちゃんの出番ですよ。ルーピングスターシップ、前後に振り子運動を繰り返し乗っている人を激しく揺さぶる。頂上では真っ逆さま。りょうちゃんの怖がる様子が見たい。ですが美和子さんはどうもりょうちゃんに弱い。寂しいな。寂しかった一人で乗ったのは。手が冷たいな、うん、誰かと手つないで乗りたい。行ってきたらいいや。え、りょうちゃんこれ乗れんの。乗ります。美和子さんが乗るのは乗ります。嫌だけど美和子さんが乗るのは乗ります。いやだってどっちも嫌やって。なんで私だ。じゃあ本日2度目のこの展開、美和子さんどうするんですか。はい、というわけでですね、まちこさんとりょうちゃんがこちらのルーピングスターシップ、ルーピングスターシップに乗り込んでぐるぐると回ってくれるそうです。結果は見えてましたよね。美和子さんなんだかんだ言って優しいんです。店員さんに多分ね妙に確認入れてると思うんですよ。怖いの何パーセントですか。そうですね、僕がすごい苦手なんで結構 100% 怖いです。岩田君 100% いただきました。すいません、横の番を押させて。さあ、出航の時。美和子さん頑張りましたね。もう終わりですよ。お疲れ様でした。ルーピングスターシップお疲れ様でした。さあどうでした。なんか地球が逆になった。すごい体験してきましたね。でしょ。ね、でも、はい、一番すごかったのは、はい、隣に座ってる人が、はい、誰かにずっとちっちゃい声で、うん、ごめんなさい、ごめん
なさいって謝ってるんですよ。誰に謝ってたんでしょうね。聞いてほしいんですけど。そうですね。さあ、矢子さん、いかがでした？バカやん。I don't know。こんな命削って仕事するの？完全に琵琶湖 with C チームになっちゃってます。さあどうしましょう。続きましてどっか行きます？もう MT 変わってさてさて、3人はその後店内でおふざけを楽しみ、さやか大丈夫？ハードル結構高くなっちゃったよ。最後の罰ゲームの知恵。さあ続いてやってまいりましたは、ハイクルトワンテッド、こちらのワンテッド乗っていただこうかと思いきや、どうこちら。あーやっぱそう、最後の罰ゲームはお化け屋敷。思う存分恐怖してください。ちなみにさやかさんはオカルト好きのくせにお化け屋敷が大の苦手。リアクションが楽しみ。我慢してやろう。いやもうちょっと私、文化祭のお化け屋敷で漏らしそうだったことあるんですよ。だからちょっと知ってます。そういう情報は前もって入手しております。だから最終にこちらお袋屋さんを選んだんですけども。え、本当におしっこさせてくんないの？ダメですよ。え、私もちょっとトイレ行きたいと思ってた。二人で漏らす？寒いからさ。恐る恐る中へ。ここからさやかさんカメラにも注目。じゃあ行ってきます。驚きすぎですよさやかさん。びっくりした。おにこ大丈夫？大丈夫。先が思いやられますが、改めて出発進行。暗いの嫌なんですよ。おほぉ、木の匂いがする。わぁ、びっくりした。扉があった。あぁ、怖い。怖い。ちょっと私の横カラスがいるんだよ。なんで？痛い、腕が。なんで？重い。あぁ、大丈夫？大丈夫。人形があるの。なんか動いてた。あー、何してるやつ。びっくりした。壁から出てくる可能性があるから。掴んでたね。あ、それ人だよね。人だよ。びっくりした。あいつ絶対わーって言うよね。あー、おー、ひえー、こっから人出てきそうじゃん。あー、びっくりした。揺らさないでよ。そういうこと？気をつけて。あ、もう次絶対出てくる。あ、尻。あなんで？そのタイミングで？あー、見た見た見た。超怖いね、完全に。いや、ダメなんですよ。大丈夫。気をつけてかいな。気を張ってた方がいいよ。分かった。これ全部、うおーって言うの。大丈夫、うわーって。おー、うわーって言うよ。キツネ。お布団。これは違うの？これは、わ、あ、これは、わあ、なに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 、わ、やめよ、なんだと、なになに、なんかすげえ、なになに、あ、なになに、あ、だな、外まで響き渡るその叫び声に琵琶湖さんにんまり。二人は再び一階へと戻り。いよいよゴールへ。これ？あ、いくよ。わあ、びっくりした。びっくりした。古典的なの最後に来た。ああ、わあ、助けてきました。助けてきました。これにて罰ゲーム終了。それでは。琵琶湖さんが練りに練った罰ゲーム、その名場面をご覧いただきましょう。やっぱり声が出たよ。何しよう。
斜めに階段降りてますけど下田景気みたいでなんで私だじゃあごめんなさいごめんなさい階段止まってる逆さになった時のビアゴさんがね、毛筆みたいな感じのいい筆っぽい感じになってる。こんな命削って仕事せるの気をつけて。お付き合いありがとうございました。楽しかったさて、フォースシーズンの終了した WBC は現在スピンオフとも呼べるストーブリーグが開催中。私もジャージ姿で頑張ってます。パチンコ必勝本クライマックスは毎月30日発売。勝負じゃん。皆さんチェックしてみてね。